さんこんにちは、北谷ゆりです。今日は前回ね、私妹と一緒に2人で北谷姉妹っていう動画を撮ってるんですね。北谷姉妹っていう YouTube チャンネル、こちらにあるんですけど、この2人の時にアイシングクッキーを作ろうっていうチャレンジをしたんですね。で、出来上がったのがこんな感じで、めちゃめちゃひどい感じになりまして、で、今回前回作って余ったこうアイシングクッキーの材料があったので、今回一人でもう一回ちょっと挑戦してみたいと思ってこの動画を撮っています。今度こそ成功させたいです。頑張るぞ。前回アイシングクッキーを作った時に結構このアイシングのセットのパウダーが余ったので、ちょっと再び作ってみたいと思います。今クッキーを作ってこんな感じですね。白と赤が余っていて結構少なかったので2つ混ぜて、なんかこの濃いピンクの色になりました。前回と同じく若干怪しい。ここからちょっとまた色を足していきます。余ったアイシングパウダーなんですけど、結構置いてたらこういう結構固まってしまっていますので、もう早急に使いたいと思います。前回の失敗点として、ここに水を入れすぎるとドロドロ、なんかサラサラになってしまうので、本当に様子を見ながら一滴ずつ水を入れていきます。こうやってちょっとずつ入れて、なんかこれぐらいですね、なんか耳たぶぐらいの硬さらしい、これぐらいかな。前回同様、はい、透明の袋を三角に切って袋を作ります。こういうコーンにしていきます。こんな感じで入れました。ここをちょきんと切って出していきます。じゃあこれにちょっとデコレーションしていきます。ここにね、模様を描いていく。先端をちょきんと切りました。よし、いくよ。これね、はい、というわけでこんな感じなんですけども、多分ラッピングをしたらなんとかなるんじゃないかなと思うので、ラッピングしてごまかしていきたいと思います。はい、というわけでですね、出来上がりました、アイシングクッキー。じゃあ出来上がったアイシングクッキーさんに、ね、登場していただきたいと思います。どうぞ。ズン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 、はい、こちらです。
なんとまた微妙という感じですね。微妙な出来上がりということで、本当にアイシングクッキーは難しいです。まだまだアイシングクッキーのプロの道は遠い。また次回乞うご期待ということですね。はい、じゃあラッピングしたこちらの姿だけ見ていただいて、今日の動画を終わりたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。